食糧危機への支援を訴えました WFP 国連世界食糧計画のビーズリー事務局長は今日、世界の食糧危機がさらに高まっているとして日本に支援を訴えました WFP によりますとロシアによるウクライナ侵攻などの影響で 現在世界で3億4500万人以上が困窮しているということですビーズリー事務局長は侵攻によって穀物の輸出ができなくなっているウクライナの港湾都市オデーサを解放するようロシア側に手紙で要請したと明らかにしましたまたインドネシアで開催された G20 外相会合でもロシアのラブロフ外相と直接話したと述べ 近日中にも、改めて外相会合が設定され、国連も出席する可能性を示唆しました。